高取城は、福岡県の大型市永満寺に所在する日本の城。別名、高取山城。なお、同時代に、非禅高取城とその西に、非禅高取山城、筑前高鳥井城、筑後高取城など、読み音違いや、同名の城があるので、常に混同された状況がある。城は、福地山の四法、高取山城に築かれた。中世の城郭の中でも、 屈指の標高を誇り、金星城郭としては他に、例のない高所に築かれた山城である。金星城郭としての高取城は、さながら統治家を思わせる鉄壁の要塞であった。最初に城を築いたのは、長谷川義武という、この地に勢力を張っていた武士団の東領であった。家臣の長い早急に命じて築城したが、おそらく当時は取り出に近いものであったと想像される。 その後、五代醐天皇、元皇三年、黄金天皇、昭郷二年、昭二頼久がこの地に再度築城した。南朝、広国六年、北朝、光栄四年、上和元年、昭二氏の家臣、築史当主が城主に任じられ、その後数代にわたり築史氏の居城となった。戦国時代には、大友氏の家臣である、森重重が城主となった。天文十一年、 大友氏から大内氏へ寝返った森重實は大友義重の1万3000の大軍に攻められ落城。重實は降伏する。重實はその後は大友氏の家臣の高取城主として戦うが、天正8年に猫城攻略に失敗するなど目立った選考はない。その後、豊臣秀吉の九州征伐があり、高取城を含む筑前の地は、 小早川高景の領土となるが、その間の詳細は不明である。慶長5年、関ヶ原の戦いの論功交渉により筑前は黒田長政の領国となる。長政は福岡に本城を築くが、筑前六丹城の姓を敷き、武前との国境の六箇所に市場を築く。その一城として高取城を再築し、城主には重心。 法利智信が1万8000国で入った。慶長11年に法利智信は大隅城に移り、変わって手塚道重が城主となる。慶長20年、一国一条例により、廃城となる。金星城郭としての高取城は、南北約100メートル、東山約80メートルほどであり、小規模なものである。しかし城郭は上下2段の車で構成され、 ここは4箇所に設けられ、全周を石垣と矢倉で囲い、その規模の小ささの割には、異例というほどの防御設備で固めており、さながら統治家を思わせるような鉄壁の要塞であった。ありがとうございます。